ダライアスバーストは2009年12月24日に台東から発売されたプレイステーションポータブル用横スクロールシューティングゲーム。2010年12月17日にはこの作品を発展させたアーケードゲームダライアスバーストアナザークロニクルが稼働開始された。2012年2月10日には本作のリニューアル版である iOS 用アプリ ダライアスバーストセカンドプロローグが配信開始された。シリーズとしては1997年に発売したジーダライアスから12年ぶりの完全新作で分岐し枝分かれしていくステージ構成やパワーアップシステムなどは過去作品の流れを組むものとなっている。メカニックデザインにエビ川カネタケ、柳瀬隆之。キャラクターデザインに島田文カネ。そして SF 設定に、スタジオオルフェの千葉智博、黒田洋介を迎えた、意欲作である。なお、本作の限定版には、購入特典として、ダライアス・オデッセイ公式設定資料集という、シリーズの公式資料集が付属している。ダライアスシリーズ全体のストーリーボードにおける、時系列的な位置づけとしては、ダライアス2の後である、ダライアス歴1904年。 ベルサー軍との千年余りにわたる戦いの末、惑星バディスから帰還し、奪還作戦を成し遂げた人類の手によって、荒廃していた惑星ダライアスは再び文明の息吹を蘇らせる。ダライアス歴1904年、復興を遂げたダライアス星のもとに、ベルサーの機体に似た残骸が漂流する。人々はそれにより、再びベルサー軍の進行が迫っているという事実。 そしてその新たな武器となるバースト機関の設計図を把握する。これを受け、新型戦闘機シルバーホークバーストの開発などで再び戦いに備えていたガライアス軍だったが、その初戦は思わぬ展開を迎えた。復興によって築かれた情報中枢の空間ネットワークをベルサー軍のコンピューターウイルスによって制圧され、その戦力のほとんどがあまりにあっけなく無力化され、 壊滅してしまった。だが、バースト期間のデータを保持していたティアット宇宙軍基地だけは、そのデータ自体のプロテクトによって唯一ウイルスの被害を免れた。希望の光を携えたシルバーホークバーストの2機が孤立無援の中、敵母星へ向けて出撃する。各ステージで敵を倒しながら進み、パワーアップアイテムを取得して時期を強化しつつ、最後には捕まえる。 水星生物モチーフのボスを倒し進んでいく構成は従来と変わりない。本作のアーケードモード、バーストモードに用意されたステージ総数は11ゾーン。基本的に操作に使うのは方向キー、またはアナログパッドと2ボタンのみだが、バーストモードではさらに武器切り替え用の2ボタンが追加される。アイテムの形状はダライアス、ジーダライアスと同じく球体である。 各武装は指定の色のアイテムを取ることで一段階パワーアップでき、6つ、取るとレベルアップし性能が変化する。取った瞬間、画面中の敵に一定のダメージを与える。地形に隠れており、ある程度ダメージを与えると出現する。ランダムでボーナススコアが入る。地形に隠れており、ある程度ダメージを与えると出現する。残機が一つ増える。地形に隠れており、 ある程度ダメージを与えると出現する。アナザークロニクル、クロニクルセーバーズには登場しない。BGM は、対等のサウンドチームズンタタの当時のメンバーである、土屋翔平、腰を博一らと、ズンタタ級メンバーであり、過去業務用4作品を担当した、小川こと、小倉つねよしが担当する。半数のステージにおいて、オリエンタルなイメージのメロディもしくは、 アレンジの楽曲が複数用いられていることが今作の特徴である。またミッションモードの一部ではシリーズ BGM のフレーズ効果音を用いたメドレーアレンジ ILED ニューレッドガスやサイバリオンのボス語初代ダライアスの曲等、通常のモードで聴けない曲も流れる G ・ダライアスと同じく前後面ゾーン表記はダライアス外伝以前のアルファベットに戻った ボスの詳細は、ベルサーを参照。近作の中ボスは、一つのゾーンに複数体が登場することが珍しくない。ダライアスバーストセカンドプロローグは、2012年2月10日に、台頭から発売された、iOS 用アプリ。対応機種は iPhone4 以降、iPod Touch 第4世代以降、iPad、i p a d に。2012年5月1日には、Android 版が一部の、 au スマートフォン用アプリケーションとしてリリースされた au 配信版は2014年9月30日に配信終了2015年10月26日には特に会社や機種を限定しない通常のアンドロイド用アプリとして Google Play Amazon a アンドロイドアプリストアで配信を開始したありがとうございます